今日は先発金子、4試合連続の完封のかかったゲームだったんですが、その立ち上がりワンアウトランナー3塁1塁というピンチを背負ったんですが、山崎武史をスイングアウトの三振、スライダー、草野にはまっすぐ、素晴らしいボールでした。ピンチを出します。その裏のバファローズは先発伊坂を攻めてランナーセカンドに置いて、後藤が左中間へのタイムリーツーベース、これでまずは1点先制します。さらに4番カブレラ、引っ張った打球はレフト前へのタイムリーヒット、これで2対0。そしてこれは2回の裏、バルデリスが第6号ライナーでレフトスタンドを持っていきました。これで3点目、ランナー2塁1塁となって T 岡田、この打球が右中間のスタンドに飛び込んでいきました。第21号スリーランホームランで、これで7対0。さらに3回、2塁3塁で3番の後藤、この打球がランナー2人をホームに返してきました。2点タイムリー、これで9対0。ランナーなくなって T 岡田、シュートを完璧に捉えました。今シーズン第22号のソロホームラン、10対0と大量リードを奪います。さ、金子のピッチングに注目が集まったんですが、4回先頭バッター鉄平、緩いカーブをうまく打ってツーベース、続く4番の山崎拓司がセンターの右へタイムリーヒット、金子の連続完封の夢がついえました。鉄平がホームイン、これで10対1。その後リンデンの犠牲フライで1点返して10対2、満塁でイギリス様のこの打球、キャッチャー鈴木が一塁へ悪送球、満塁からランナー3人が帰ってきます。これで10対5。少し嫌なムードにバファローサイドなったんですが、しかし4回の裏、ツーアウトランナー2塁というチャンスを使います。バルデリスが三塁線を破ります。この辺りで鈴木がホームに帰ってきました。これで11点目。11対5でゲームは後半に入ってまいります。